アメリカオーナー V1 番達成しました。ジョブロック。橋を越えよう。あー、最後止まった、最後まで行ってしまった。までめっちゃいい人やったな。わあ、タイムズスクエアまで行こう。その夢は逃げたりしない。ここまっすぐ行ったタイムズスクエア。じゃあニューヨーク懐かしい。めっちゃ懐かしいな。ニューヨーク着いたんやみたいな。もう気力で歩いてるな。もう豆だらけ、すれてすれてめっちゃ痛いけど、いや、ようここまで来れたわ。もうアメリカのリッチがこんなにあんなに時間かかると思ってたから。止まってくれ、痛いこれ。待っても捕まらんのは知らない。朝からやってんのに。うわー、しかないって何回俺は心に言ってるか。頑張るしかないって。フィールさん元気してんのかな。まあロス行ったら会えるかも。ロス行ったって。おう、また ラスベガスはどうやった。カジノのイメージしかないわ。あそこで0円に舞い戻ってしまったからな。カジノは絶対やりません。行こうか、カジノに。ゼロ円に戻った。エルポスのヒッピーたちに乗った貨物の時はドキドキワクワクやったわ。俺グッド、イエーイ。ヒッソンの残念とか、このエアレンとか現実だから。なんで？わあ！なんなん？キックボード見つけた時はほんまにピタって感じだったな。子供に戻った感じがしたな。シカゴの高級ホテルは人生でベスト3に入るぐらいの。サプライズやったら、うせえ、マジで。まさにこの僕の美しさのようにデッドマシュマロや。デトロイトのあの背景の緊迫感はすげえ危険やったかもわからんけど、ああいう現実があるっていうことを見れたのが俺はすごく良かったなって思うな。思い出したトロントの佐藤さんやな。いや、あんな親切な日本人が海外におるってすげえ嬉しかったな。なんかありがとうございます。気をつけなよ。気をつけます。本当に風邪とかかないように。またメールします、ニューヨーク着いたら。頑張って。はい、めちゃくちゃ楽しかったです。
はい、ありがとうございます。どう今はどう、森下も広もルークも今正直全部来てるけど、でもゴールついたらなんかそれが全部達成感に変わる気がするけど、だから行こう。アメリカ横断無一文達成しました。しゃーさよなら、ありがとう。達成した。うわいや正直ほんま苦しかったです。正直ほんま苦しかった。撮影しながらの旅なんてほんまに初めてで、実際何回もほんまに日本帰りたいと思いました。でも国籍問わず親切な方たちが僕を7000キロ以上運んでくれました。そしてこれを見てくれてる視聴者の皆さんの応援のおかげで生き延びられたんやと本気で思ってます。そして応援してくれてるみんな、ほんまにありがとう。たった一度の人生や、反対されてもいい、人に笑われてもいい、それでも何でもいいからチャレンジしてみて、でっかい夢叶えてみようや。ハブアクレジートリップ、しゃー。この旅の終わりに何が待っ